松高校でなんかすごいめちゃめちゃ最下位みたいな、ね、下位からですね。なんかトップ10だけがいけるみたいな。はい、初めて見ましたこれ。なかなか。うわ。英文解釈の本、なんかすごい面白いなって思った。おー、第5外国語まで。ほえー、第5外国語まで。Hello there! 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、はい、現役東大生医学部、お願いします。医学部6年生ですね、はい、の、宇佐美すばるさんにおいでいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやいよいよコラボですね。そうですね、もう本当に本当にありがとうございます。来ていただきまして本当に。自己紹介お願いします。はい、現役東大医学部の6年生の宇佐美すばると申します。YouTube チャンネルのパスラボイン東大学部初朝10分の受験勉強カフェというチャンネルをやってまして、主に受験生とかあとは高校1年生2年生の方に向けて、勉強の動画を発信しています。よければ見てください。概要欄にですね貼ってありますのでぜひぜひチェックしてみてください。いやもううなぎ登りですから。いや本当に、いやいや来ますね。いや来ましたね。まあ、初めてそうですね、見た時に動画見た時に、はい、わこれはすごいなと思って。いやいやありがたいです。もう本当にいやこれはもう金の卵を見つけたなと思って思いましたけど、そうですね、5月から始めたんですけど、はいはい、ちょうど5月6月はこうだったんですけど、7月のある時にこうガーってきたっていう。そうね、すごかったですね。いや伸びの伸びすごかったですよ。それ経歴がすごいので、ああその辺のやっぱり話を聞こうかなと思うんですけど、はい、まずあれですよね、なぜ東大に行くのかっていうことなんですけど、なんたってあれですもんね、いわゆるまあさまざまな有名校の人たちにこのチャンネルも出てもらいましたけども、だって地方ですもんね。そうなんですよね、もううどん県、もう香川県の。そうです、香川県公立高校で、高松高校です。高松高校ですからね、はい、いやうどん、南原清高高校ですね、はい、勉強はどうだったんですか、ちっちゃい頃から。そうですね、いや僕小中学校の頃とか全然勉強っていう勉強はなんか本当に宿題はちゃんとやるとか、はい、授業はちゃんと受けるぐらいで、特にそんなに自分は頭いいとか思わなかったです。そうだったんですね。そうですね、というよりはもうどちらかというともうゲームをめっちゃしてました。あ、なるほど。そうですね、ゲーム好きだったわけですね、はい、それがどうして勉強に目覚めたの。そうですね、僕が勉強に目覚めたなと思ったのは高校生に入った時だったんですよ、はいはい、で高松高校っていった県の中では一番の高校なんですよね。そうです、そうなんです。で、大体東大は一桁毎年行くぐらいの感じで、はいはい、でなんかある時にちょっとまあ失恋とか、はい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 、そうですね、まあ動画で話してるんですけどありまして、である時にその自分ってこう目標がないなって思ったんですよね、はいはいはい、でそこで見かけた時になんかドラゴン桜っていう本で、はいはいはい、それであ自分でも東大行けるんじゃないかなっていうのを錯覚したんですよね。すごい、失恋から大学受験。そうなんですよね、オブンの吉野先生と同じエピソードですね。あ、そうなんですよ。あの当時のあの人もね、失恋から大学受験をってやつでしたけど。そうですね。ね、この高校では全然順位は。そうですね、もう入試の開示の点数とか見ると、はい、もう本当になんで受かったんっていうぐらいの成績で受かってしまったので。高松高校でなんかすごいめちゃめちゃ最下位みたいな。最下位からですね。最下位ですよ、高松高校最下位からすごい東大の理3に行くわけですから。あ、そう、あ、けどもう本当は理2なんですよ。あ、そうなんですか。理科2類で、理科2類から、学部進学、なんか進学振り分けって言って。なるほど、あそこでやったんですね。そうですね、なんかトップ10だけがいけるみたいな。はい、初めて見ましたそれ。そうですね、なかなか、うわ、多分十数人ですよね。すごいレア。いやいや、すごい。ミュウツー、ミュウツー、ミュウ、ミュウ、どちらも確かにレアじゃないですか、めちゃくちゃ。そうですね、あ、じゃあ高校入って、はい、そのまあ、失恋して、はい、やるぞってなって、うん、どうやってやっていったんですか。そうですね、僕の場合は特に高校1年生で英語数学国語が、はいはい、まあ、ありまして、僕はなんかその全部をまんべんなくやるオールマイティなタイプじゃないんですよね。どちらかというともうまず好きなものだけに特化しようという考え方だったんです。数学がもともと
結構あのクモンとか、あの小学校の時にやってまして、で好きで、なんで数学は自分で予習とかをどんどんしようみたいな感じで、フォーカスゴールドっていう、結構難しいって言われてたんですけど、そこやったりとかですね。でただ英語と国語に関しては最初はもう与えられたものだけをこなしていくっていう感じだったんですけど、まず数学に関してはどんどん主体的にっていう感じですね。で英語はどんな感じで？そうそう、英語に関してはですね、僕は高1の時は全然だったんですけど、はい、高2の時に、そのちょうど英文解釈のなんか本を買ったんですよね、はい、で僕その時こう文法と単語がなんか英語の全てだなって思ってたんですけど、はいはい、こう英文解釈の本を見た時になんかすごい面白いなっていうのを思ったんですよ。なんかそのただ単語を訳せばいいっていうのではなくて、うん、例えばここの単語分からなくてもこっから推測をしたりとか、なんかあパズルみたいな面白いなっていうのは。めっちゃ似てますね。きっかけ同じじゃないですか。あ、そうなんですか。はいはい、そうです、そうです、そうです、同じです。なんかこれパズルみたいで面白いって思ったのがきっかけでしょ、あれ予備校で。そう、参考書、僕は一番最初使ったのが英文解釈の技術100みたいな。あ、はいはいはい、はい、水色のなんか、でその後はですね、あけどそこからは普通に学校のプリントとかだったんですけど、はいはい、ですね、あとは、まあ、英文解釈をやるときにどんどんこう面白いなって思って、うんうん、で実際こう東大の過去問とかを高校3年生になって解くわけですよ、ね、でそこでもわーってなるわけです。あの東大の過去問ってもういろんなジャンルが、うん、そうですね、そう出て、例えば僕とかってリスニングが全然そもそもできなくて、はいはいはい、リスニングとかあと要約とか、まあ、英作文とかなんかそういうのの方が大事だなって思って、そっからまたいろいろこうリスニングでやったらなんかキムタツ先生の本、はい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 、を買ったりとか、あ東大リスニングのやつですか。あそうですね、あれ、はいはい、買ったりとか、英作文とかも学校の先生とか塾の先生にもう添削めちゃくちゃしてます。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、そうですね。でなんかすごい僕は面白いなと思ったのがリスニングが全然できないところから、まあ、ある程度までできるようになったんですよね、うん、したら結構普通の長文とかも早く読めるようになってきたなっていうのがなんかスッとこう感じまして、はいはいはい、はい、なんかリスニングとそれこそ速読ってなんか似てるんかなっていうの、うんうん、なるほど、そうですね、コネクションを感じながらそうですね、まあ相乗効果的な感じでいったんです、ね、あそうですそうです。なんで僕その多分東大ってリスニングがあるじゃないですか、はい、けど他の大学って基本リスニングが2次でないんで、うんうん、みんなリスニングは僕らの時は結構ないがしろに、あそうですよね、多いですね、そうですね、ですけどなんかリスニングは本当にやってて、まあ、今でも良かったなって思います、ね、うんうん、間に合わないって人多いですもんね。そうですね、それ良かったんですけど、リスニングをやれって、ね、まずリスニングをないがしろにするなって。そうですね、まあ、参考書って、まあ、そうですね、知ってる表現が増えてくれば聞こえる表現も増えてきますからね、うん、本当に戦略でもう東大を勝ったような感じです、ね、いいじゃないですか。他は他教科、あなんか科学が得意だったってね。あそうですね、同じそこ、はい、なんかあれですね、センター試験とかだったら英語です、はい、例えば数学の方が、あ僕は数学科学の方が上です。そうですね、はい、なんか似てるなっていうそうです、科学に関してはもう完全にそれは塾の先生で、はいはいはい、あのそうですね、なんか塾の先生、たまたま高校2年生の時にこう香川の塾ってそんな英数国はいますけど、はいはい、理科を教えるみたいな先生いない、ね、なるほどなるほど、けど高校2年生の時になんか科学の神が来るみたいな、なるほど、そこでその神に出会って、そうですね、好きになったんですか。本当にそうです、なんで科学を好きから始まったわけじゃなくて、はい、その先生がすごい好きで、ほうほうほう、でこうなんかついていこうってやったら科学が得意になる。ああなるほど、へえ、どうでからやって、どれから得意になるでしょう、科学。もう完全に勇気からなんですよ。ああ、はいはいはい、確かに勇気もそれこそパズルみたいな。そうなんですよ、勇気の最初のあの仕組みを全部分かってから、うんうんうん、まあ、面白いって思って向きが分かるようになって、ああ、確かにそうです。後ろからでした。あけど、じゃあ本当にそれが理想ですよね僕はなんかもう最初から結構やってたので、まあ、コツコツ、そうです、はいはい、理論から、で向きからで最後勇気で、はい、ね、けどそうですね、勇気をそれこそ勇気まで行ってある程度固めた上でそこから勇気がどんどん面白くなって、はいはい、なるほどなるほど、感じですね。で科学、英語をがっつり教えてるっていう、ああそうですね、あ数学も始めてますけど、そうですね、結構英語はもともと最初から英語をやろうっていうのを思ってまして、そうだったんです
ですね。そうです。っていうのもなんか英語って、うん、さっきのこう英文解釈とかだったらすごいパズルみたいですごい面白いなって思ったりとか、うんうん、一つの問題からなんか無数の発見があるなっていうのは思ったんですよね。なんか例えばその文法問題とかだったら解くっていうのだともう例えば10秒ぐらいでみんな解いちゃうんですよ、うんうん、で回答解説とかも解けるものはあんま見ないんですけど、うんうん、解ける問題でもこの例えば選択肢だったらこういう言い換えができるよねとか、うんうん、なんかそういうこういろんな表現ができるなって。なるほど、まあ、英語、ね、言語自体、あ、言語他も面白い、ね、あ、そうです、僕言語あのめちゃくちゃ好きなんですよ、こう見えて僕大学の時に第5外国語まで取った。第5外国語まで、ね、そうなんです。もう恥ずかしい話、僕第2がスペイン語だったんですよね。エスパニョール。あ、そうですね。で第3がイタリア語で、第4がモンゴル語で、モンゴル語、第5が韓国語っていう。はい、ありますよ。本当に、そうなんですね。まあまあまあ、モンゴル語と韓国語だったら、まあ、文法に似てますしね。そうです、モンゴル語ってあのキリル文字なので、はい、そうですね、いろんなそれこそ文字に触れたいなっていうのが。キリルからハングルへ。あ、そうです、ね、なんか東大だとそれこそそういう授業とかもなんか制限なく受けられるんですよ。なんでめちゃくちゃみんなに、お前なんでそんなむずい語学取るみたいに言われたんですけど、いや単純に好きだったんで、はい、あ、僕は同期の2人ですね。そうです、あのコンパレアンスをめっちゃ守りますそうです、2人が背中を見せてくれた。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.